はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第124回でございます。で、今回のテーマがセンター試験、1日目の夜と。ね。で、サブテーマ、まあ、サブテーマというか、オレンジの部分がいいイメージ持ってますかっていうのと、次回は1月15日の20時ですと。という感じで話していくんですけども、前回ですね、2016年の頭、1日にか、息子と一緒に新年の挨拶をね、あげさせてもらったんですが、このハイチのダラダラジオとしては、今年これが一発目になります。右下のね、赤のとこに、まさかの3年目、かっこ笑いと書きましたけど、このね、ダラダラジオね、2013年の年末、確か12月29だったかな、確か。そう、に、初めてやったんですよ。突然。そう。第1回をね。だからそっからすると、まあ、2014年のほぼ頭から始めたので、14、15、16ということで、まさかの3年目です。こんなに続くと思わなかったよ。本当に。聞いていただいてる皆さんのおかげでね、ここまで続けてこれました。本当にありがとうございます。今年もですね、たわいもないことから、真面目なことまで、いろんなことをね、まあ、ラジオというか、こういった形でね、話していこうと思いますので、またもしよかったらね、聞いてやってください。今年もよろしくお願いします。では、今回タイトルがセンター試験っていうことなので、まあ、大学受験のことを話すのかっていう感じもするんですけど、実は話すのはね、俺の受験の思い出です。これは高校受験も大学受験も話そうと思ってるんですけど、特にその大学受験の時のセンター試験の初日の夜が一番思い出深いので、まあ、その辺中心に話していこうと思うんですが、まあ、受験も近いと思います。センター試験はもう来週ですし、近いと思うんですけど、まあ、息抜き程度に、まあ、10分ちょっとかな、となると思うんですけど、もしよかったらね、お付き合いください。で、実際ですね、まあ、自分、受験は今まで2回ですね、高校受験と大学受験っていうのをしてるんですけど、まあ、どっちが辛かったって、大学受験の方が辛かったわけ。圧倒的に。で、高校受験の思い出はって聞かれると、まあ、大学受験の方がさ、記憶が新しいわけだよ。ね。で、俺もう30歳なので、大学受験もすごい前なんで、12年前。多分、江戸が一回りするぐらい前になってしまうので、まあ、だんだん記憶が薄れてきてることもあるんだけど、高校受験はね、その、私立を滑り止めで2校受けたのかな、確か当時。で、まあ、そこは大丈夫で、で、高校が、まあ、もう、ダラダラジオね、長く聞いてる方はもう知ってると思うんですけど、自分、中学の時にいじめを受けてて、で、その関係で、もともと行こうと思ってた志望校1個避けたんですよ。で、それは、もともと共学のとこ志望だったんだけど、まあ、ちょっと女子関係でいじめがあったこともあって、男子校がいいと思って、そう。で、1個レベル下げて男子校を志望したのね。で、まあ、うちのとか俺が群馬だったから、前期後期があってさ、で、前期で受かるって言われてた。先生にも。そう。で、俺塾行ってなかったから、塾はわかんないんだけど、先生に受かるって言われてて、受けたら落ちたんだよね、前期。で、まあ、当時まだ中学生だしさ、ね、俺3月誕生日だから14歳だね、まだね。14歳で、なんだ、受かるって言ったら受かると思ってたんだよ。そう。でも受かると思ってやったらさ、バッチリ落ちて。っていうのが一番の思い出かな。で、あともう一個は、その、まあ、前期落ちたから、後期を受験して、で、俺誕生日が3月11日なんだけど、確かね、3月の7、8が試験日で、後期の。2日あってさ。で、発表がね、13か14だったんだよ。そう、で、誕生日がまたいでて、発表までに。で、全く、家族に祝ってもらえない。で、合格したから、なんとか後期で。引っかかって受かったから、祝ってもらったけど、その後に。っていう思い出かな、そう。だから今、こう、高校受験で苦しんでる、ね、すごい、頑張ってる子たちと苦しんでる子たちの気持ちをね、こう、リアルに思い出せるほど記憶がちょっと遠すぎちゃうところあるんですけど、でもまあそんな感じで、ね、前期を落ちた時のショックは忘れないね。え?って思ったの。え?みたいな。本当に、二度見三度見じゃないよね、今ね。俺落ちたんですか?みたいな。そう。で、そっから、本当気持ちが落ちちゃって、もう、しかも受かると思ってるから、受験が終わった時にちょっとスイッチが切れてるんだよね。あ、オッケー、終わった、受験みたいな。もう伸びしちゃってるよ、みたいな感じだったのに、落ちたから、で、そっからもう一回ギアを入れ直して、っていうのをやったね。そう。で、最初はもう全然ギアが入んなくてさ、どうしようって。でね、なんか人のせいにするわけですよ。もう先生受かるって言ったら、なんなんマジで、とか言ってんの?そう、自分が悪いくせに。そう。っていうことはあったけど、でも、
結局行き着いたところは後悔はしたくないなと思って、俺今でもあの生徒とか受験の時にもよく言ってたけど、ひとまず受験は後悔をするなって、そう、終わった時にやりきったって思える受験をしといてってよく言ってて、それはもう自分で気づいたことで、その時にで、そっからあと1ヶ月ぐらいしかなかったけど、もう必死でや、必死でってもほんでもないかな、その時は。でもやって、まあなんとか受かったからよかったかな、みたいな感じ。それがまあ俺の高校受験。で、大学受験はですね、もうそのセンター試験の、もう1日目2日間あったセンター試験あるでしょ？で、初日の夜ですよね。これ何かっていうと、あのですね、初日の科目が取れなかったんですよ、俺。で、これ、センター試験って初日が終わって2日目の朝の新聞に回答が出るのね。で、これも高校受験の子も同じですけど、基本的には問題用紙に全部答えを移してくる。自分が回答用紙で出したものを移してきて、自分が何点取れたかっていう自己採点をするのね。そう。で、そのセンター試験っていうのは初日が終わって朝に出るから、実は初日の自己採点できるんだけど、やっちゃいけないって言われてた。俺いろんな人に、そう、やっちゃいけないよって言われてたんだけど、初日がね、もう本当に体感、解いた感じがダメで、俺。で、ここまで取りたい、この科目でここまで取りたいって思うさ、もう全然言ってなくて。でね、俺、人生の中で、親への反抗期ががっつりの時期ってあんまりないんですよ、ね、ないんだけど、多分、親に反抗っていうか、あんな口答えしたのを人生パート3に入るぐらいに荒れたの、その日の夜。今でも忘れないんだけど、その日の夜鍋だったんだよ、うち。ね、うちは鍋で、で、もう俺が機嫌が悪い、とにかくピリピリピリもしてて、でも本当にその当時まだそこまでそんな言葉使ったことなかったと思うんだけど、うっせえ、ほっとけよみたいな感じで荒れたんだよね、初日の夜に。そうで、荒れるじゃん、親に当たり散らすんだよ。でも部屋に戻るじゃん、でも当たり散らしてる自分にも自己嫌悪なの。それが親が悪くないんだもん、何も親関係ないし、むしろもっと言ったらお金出してくれて応援してくれて支えてくれてたにね、親なのに、もうね、その自分にももうほんと腹立たしくてね、すっごいもうダメで、1日目で、その丸付けするな、自己採点するなって言われてたんだけど、もう2日目の朝、もうその引きずってるんで、まだこのまま行ってもダメだって、どうせこれ絶対実力発揮できないと思って、じゃあもう実際ね、自己採点をして、あのあれです、こう本当に取れてなかったってなったらそれを受け止めればいいって、そう、逆に取れなかったんだろうなってって思ったら、それマイナス思考がどんどんぶっ飛んでいくんだよね。もうどんどんダメな方向に考えていくの、まだ事実が分かってない分ね。だったらもう事実を分からして受け止めてしまおうと思って自己採点した、2日目のセンター行く前に、会場に。で、そしたら運よく思ったより取れてた。で、センター試験ではマークシートだから勘も当たるので、そうそうそう、で、ある程度ちょっと取れていて、で、そこでちょっと気持ちを取り戻して親に謝ってで、2日目臨むっていう、そう、それがすごい印象的だったね、センター試験は。そうで、今のはセンター試験、こう初日ね、多分今でも変わってないと思うんですけど、こう自己採点は基本的にしない方がいいです、2日目。そうで、でも俺みたいな感じの境遇になった場合はそういうのもありかなと。でも実際に取れてなかったって受け止める、それを覚悟を決めなきゃいけない、腹をくくるっていう、そっちになったとしてもそれを切り替えて絶対持っていくぞっていう風に、テンションをね、上の方にっていうのがすごく大事です。で、まあその後ね、自分はあの一応国立を行ってるので二次を受けたんですけど、二次も前期落ちまして、そうで、うちは私立大に行くお金がなかったから、もう国立しかないからさ、で、前期落ちたら、後期を受かんなければ、もう宅浪、自宅で浪人するっていうね、その予備校に通うお金もね、申し訳なかったからさ。で、後期、もう前期落ちたから後期まではね、ちょっとノイローゼ気味になりまして、私。そう。あの、汚い話ですけど、何回か吐くっていうね、もう勉強、机に座ると気持ち悪くなって吐くみたいな生活があったんですけど、でも、それを乗り越えて、なんとか引っかかってよかったって。もう全部ギリギリなの、俺の受験って。そう。高校受験も大学受験も最後になんとか引っかかるみたいな。そう。だから、自分のところにね、たくさんの相談が来るわけですよ。ちょっと長くなってごめんね、ちょっと長くなっちゃいそうだけど、いただくわけですよ。で、今もう全部返せなくなってね、ほんと申し訳ないんだけど、今行き着くところですごく思うのが、そのオレンジのところ、サブテーマというか、いいイメージを持ってますかって書いてあるでしょ。あのですね、こう、自分が
今受験を控えてる子たちだよ。センター試験でも高校受験、高校の私立入試、県立入試、公立入試だね、にしてもそうですけど、受かった時の自分想像できてるかい、みんな。それってすごく大事なことで、基本的にね、受験が終わることを結構ゴールにしちゃってる。もちろん受かりたいんだよ、受かるためにやってるんだけど、でも受験をまず終わらしたいみたいな風に思ってる方が多くって、そうじゃなくって、ぜひ今しんどい時期だと思うんだよ。特にあのね、高校受験の子なんか、人生初めての受験の子なんかはすごくしんどいと思う。そうなってたら、まず自分が志望してる高校に落ちたらどうしようって思うのはしょうがないんだって。このなんだろうな、辛い状況でネガティブに考えちゃうのはしょうがないんだけど、その気持ちを持った状態でいいから、じゃあ高校に、その高校に受かりました、受かったら何しようかなって。女の子だったらもしかしたら可愛い制服かもしれない、あの制服着てどっか友達誰々とどっか遊び行くのが楽しみだなとかでもいいし、ね、男の子だったら巨悪に行くと、これ絶対リア充になるぞみたいな、何でもいいんだよ、彼女作るぞ彼氏作るぞ何でもいい。その高校、その大学に行った時に自分が楽しんでる姿を想像する、いいイメージを持つの、そうなりたいなって、そうなるんだぞって、それはすごく大事です。で、なぜかっていうと、基本的に受験のその本番の時は緊張します。で、もちろんネガティブなイメージが出てくる、失敗したらどうしよう、できなかったらどうしようって、でもそれはしょうがないんだって。けれど、できる限りなんとかなる、よしやるぞって、できることやるぞって、ポジティブな気持ちで試験を迎えた方が絶対にパフォーマンスは上がります。パフォーマンスっていうのは解く能力が上がる、力を出し切れる。それが緊張してガチガチになってしまって、はあ、どうしよう、ああシャーペン折れたとか、ね、おどおどしてしまってたら実力が発揮できない。で、実力が発揮できなかったら、さっき言った後悔が残る受験になってしまう。それは避けてほしいので、できる限り、本当できる限りです、強要はしないから。でもさっきも言ったように、マイナスのイメージ、ネガティブイメージを持つのは仕方ないんだって。そんなにハート強くないもん、人って。もちろん持たない子もいるんだよ、全然いけるみたいな、もういるんだけど、みんながそういうわけじゃないから。だから、そのネガティブなイメージを持っていい。ね。私はも、そういうふうに思っちゃう。俺は思っちゃう。思っちゃうんだけど、そうやって、いいイメージ、受かった後、どういうことを楽しんでるのかなとか、ね。どういうことで、まあ、バイトする子もいるでしょうし、ね。例えば大学行ってからさ、あのサークル入るぞって思う子もいるわけだよ、いろいろ。ね。そういったイメージを持って、その気持ちを心のどこかにちゃんと持った状態で、試験を迎えてほしいし、残りのラストスパートの勉強もしてほしいと思ってます。はい、っていうのを伝えたく、これ多分前にもしかしたら話してるかもしれないんですけど、あのどうしてもね、そろそろもう受験本番となってますので、これを伝えたくて今回ね喋らせていただきました。で、次回ね1月15の理由なんですけど、これ金曜の夜なんですよ。で、それをやる分、もちろん17の日曜はないんですけど、ダラダラジオはこれは、16、17がセンター試験っていうこともあるので、まあ、センター試験直前で、あの、明日から頑張ってねっていう、ほんとね、こう、俺の頑張ってるのに安い言葉になっちゃうんですけど、まあ、明日から本番を迎える方、もちろん高校受験の子もそうですけど、そんな方にちょっとメッセージというか、ね、簡単に言えたらなと。センター試験が終わって、17だと終わってるので、終わった後よりは、終わる前に少し話をしたいなと思って、その日に挙げさせていただきます。で、もう一個ですね、そこには書いてないんですが、ご存知の方もいるかもしれないですけど、自分毎年ですね、3月に卒業記念動画っていうのを、撮らせてもらってます。で、これは今年で3年目に、これもなるんですけど、いつもこう動画を見てくれてる方たち、特に卒業生ですね、今年だったら小6、中3、高3の卒業生のみんなと、あとは保護者の方です。これは保護者の方は学年関係ないんですけど、保護者の方から、メッセージを、テーマを決めるんですけど、テーマを決めて、メッセージをいただいて、それを自分が動画で編集をする。まあ、編集というか皆さんのいただいたコメントをこう流す感じにはなるんですけど、音楽と一緒に。そういうのを撮らせてもらってます。で、今年もそれをやろうと思っていますので、まあ、それの具体的なテーマも次回、に発表できるようにちょっとね今週で決めていこうとは思っております。なんだそれって思う方も多いと思うので、このダラダラジオの下の動画概要欄にリンク貼っておきます。2年分のなので、もしよかったらね、ちょっと見てみてください。時間ちょっとあるんで、長いんで、長いかな、まあ、8分9分だと思うんですけど、まあ、もしよかったら息抜き程度にね見てもらえたらと思います。
では今回はハイチのダラダラジオ第124回、テーマセンター試験1日目の夜で喋らせていただきました。今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回はね、さっきも言ったように、まあ、センター試験直前の、応援メッセージじゃないですけどね、こう伝えたいこと、そして、卒業記念動画に関するテーマ発表ができたらですけど、これは、を話していこうと思いますので、もしよかったらそっちの方も聞いてやってください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。